消えてなくなりたい。死のうと思ってる。なんか生きるの嫌になっちゃったな。自分が痛くて惨めだった。何やっても失敗ばっかり。全然自信ない。で、夜中帰ってね、お母さんに言われたの。お願いだから死んでくれるって。生きてこない。しんどい。生きてることがしんどいんですよ。楽しいこともないし、お金ないし。世の中って不公平にできてるんだね。何をやってもうまくいく人もいるし、頑張っても頑張ってもうまくいかない人はいかない。ずっとそんな人生。今何もかも捨てて虫みたいに生きようって思ったんです。自分は終わってるから。みんなが必死で生きようとしてるのに自分だけ逃げようとしてたんです。リバちゃんは生きていたい人、俺は違うってだけだよ。ここから飛んだらどうなるかな。そっから飛んだって何もなんねえぞ。生きてたって何にもなんない。我慢ってね、一定量超えると全然できなくなっちゃうんだね。なんでこんなくだらない世界にいなくちゃいけないのかと思ったら、もういいやって。ああ無理だ、もう無理だ。フランダースの犬って何のためにあるの？生まれない方が良かったんじゃない？多分人間って悲しい生き物だから。どうして生まれたのかわからないまま生まれてきて、どうして生きてるのかわからないまま生きて、何もわからないまま、何もわからないまま死んでいく。誰だって私たち人間は体の自由、精神の自由を失っていつかは死んでいく。友達も先立ち、宝物もなくなるし、最後には自分も何もかも全部失ってしまうでしょ。だからね、私たちは少し早くさよならしたの。